はい、そうですね。奈良君がこれまで一番買い取りやって楽しかったことは何ですか？楽しかったことっていうのは、思いもかけないものが出てきた時ですかね。お客様自身が全くその自分の持ち物に期待されてないって言いますか。そうね。こんなのでいいんですかっていう形で、遠慮がちに依頼されてきたんですけども、それでも全然来ますよということで、出張したら、これはお客様ちょっといいものですよと。そんな謙遜なさらずにしっかり調べますよっていうことで、そうだね。そういう場合はやっぱり、びっくりもしますけども、すごい嬉しいことですよね。お客様にとってもお互いに。じゃあ同じこと聞いて、俺に。質問ですか？同じこと聞いて。じゃあ、逆にまあ、査定して、そのお客様と接して、すごく嬉しかったって何ですか？その質問っていうか、今奈良君の言った例のことで言ったら、やっぱね、とあるところでね、いろんなものがあって、すごくいいものをお持ちのお家だったんだけども、遺体破産だけないっていう話があったのね。どっかに、家のどっかに隠れてるけど、どうしてもないとか、もうないのかなと思ったら、ある日電話かかってきてね。で、破産見つかりましたって言って、そしたら素晴らしい破産だったのね。それを見に行ったら本当に破産でさ、素晴らしいもんだ。それをちゃんとお知らせしてくれて、譲ってくれたってのは、もうとても、ありがたかったし、査定はそんな難しくないんだけど、逆にものすごくいいもんだから、ちゃんとしっかりした値段つけさせてもらったけども、心眼のことだけ気にはなるから、ちょっといろいろ確認もしたけども、本当にいいお家で、また私どもを信頼して任せていただいて、とても嬉しかったですね。そういうことは最近、2年ぐらい前だったかな、ありましたね。なんか答えて 反応してよ、ちょっと。そうですね。嬉しい誤算といいますか、そうだね。ということで、ありがとうございました。じゃあ、もしですね、査定とか買い取りご依頼のものがあれば、こちらの介護こと買い取りプロのホームページまでお願いします。今撮影している奈良岡君が、伺うことに、僕とか他にも鑑定士が何人かいますので、お伺いいたします。どうぞよろしくお願いします。